こんにちは、かくすけです。やっていきます。ヴィーナス&ブレイブスです。さあ、なんとかね、危機を脱したところですね、前回。やっていきましょう。ちょいちょいね、オープニングをしっかり見るんだけど、やっぱいいね。あとね、二人ぐらいメインキャラクターが出てくるかな。あと一世代ぐらいかな。見る感じだと。遠征行きましょう。はい。待ってとは言われなかったね。次はこうって変えるんだっけ。ここが2年1年3年0年1年0年1年じゃあまだ大丈夫だと考えて、ブリュパンから倒そうね。倒そうねって言ってメモしてないね。はい、グリバン。水属性で370の 3×4 で回復力が24ね。烈攻撃が12プラス、サザンが21ぐらいくらいのか。で女性ですね。オッケー。すいませんね、さっきお酢を飲んだせいで喉が転がっております。誰をくっつけようとしてるんだっけ。巫女さんと剣術師さんがくっつこうとしてるけど、どっちの巫女さんがどっちの剣術師さんっていうのに分けていくんだよね。カルクロクちゃんとバルッケル、カルクロクとバルッケル、バルッケルとクロクディル、まあクロクディルちゃんでもいいんだけどね。こうだな。カルクロクちゃんと、だから、別にこの侍さんとくっついても OK なんだよね。で、問題は、巫女さんがくっつかないようにしつつ、1,2,3,4,5,6,7、どうしたものかな。くっつかないようにしつつ、だから、もうバッチリくっついちゃう。こうやってもらおうか。で、水属性でしょ？火はいない。で、バル、イエル、カルクロブ、サモガイ、クロク、サモガイがくっつくのは OK です。で、攻撃力合算12。12基本の女性は21食らう可能性があるので、21。メビアさんが危険だな。マルセッタさんもう終わりか。回復力17か。頼ろう。よし。だから、こうだな。守ってあげて。ダメだよ。こうやってもらわないと。で、ミネベビアさんが下がっていく可能性がある。12回復あるから、別攻撃以外なら大丈夫なんだけどね。21、25回復。25、34。まあ、大丈夫っちゃ大丈夫だな。HP30、370。大丈夫だな、きっと。きっ
熱攻撃どの程度やってくる？熱攻撃、あー3番目に熱攻撃ね。 ABC ABC、 うん、A に行ったら大丈夫。 OK、 行きましょう。あ、あ、現れました。はい、あ、帰り道だな。あ、噂が途絶えました。はい、噂なんて聞いてられないよ。お、クリューパン、それ。OK です。うん。戦闘開始。大丈夫なはず。回復力高いからな。いいぞ。いいね。ここは強いんだけどね。強かったな。オッケー、じゃあ削れるね。次に、ワンセット3。そうだ、レベルアップのことは何も考えてなかったな。ノルセットさんと聖騎士さんが倒してしまわないでほしいな。いいぞ。最初にこの強いグリバンを倒してしまうと次回楽になるんじゃないかな。サモンガイ、次は出られないな。カルクロクちゃんか。疲れちゃうな、絶対。お、いいぞ、オーラが出た。他のメンバーもオーラ出そうだね。うん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 。これはサモガイさんあたりがとどめを刺すんじゃないかな。アキシさんが倒すことは心配しなくて良さそうだね。よし、わあ、大丈夫だと分かっていても怖いよね。やられそうなくらい弱っていると。最初の1回目の戦闘でこれだけ削られるとちょっとな。今後の編成が厳しくなるな。クロクリルパワー、サモガイさんだなこれは。よしよし、マキシさん、今あの結婚してないことになってるけど、そっちに近づきそうだな、これ。お子さん。よしよし。サモガイさんはレベル5じゃなかったはず。オッケーオッケー。あ、HP いいねー。
はい。OK。いかがでしょう？あ、そうですよね。あれ？サムライさんと剣術師さんがくっついちゃったな。私の予定と全然違う。違うよー。あれ？おかしいな。この子が181、何やるか。うん、ガス属ポイズンミストに寄っていこう。まあ、弱いでしょ。回復不能、次回復者90だし、1一旦で倒しちゃおう。はぁ、やっちゃったな。ワルセッタさん禁止、出ちゃダメ。あ、そうだ、フンディルさんが前回最後に来たんだったね。カルクロックちゃん、まずいな。ちょっと待てよ。現実資産上同士が近づいたからな。難しい。難しい。サムライさんとくっつけよう。ハルクロックちゃんは土属性だから水属性出しちゃダメじゃん。で、ミメリアさんも結婚してるから、ここに置いて、これでいこう。7食らっても大丈夫よね。うん、オッケー。ほい。そか、そこ山道だったかな。だったな。150日ぐらいでいけるかな、そこの敵。はいはい。みんな行くぞ。やっちゃってください。存分に暴れてください。バルケガンキュシャレン。バルケルには惹かれだしでしょう、今きっと。ダガーに変化。バルッケルすごかったでしょ。うわー、ごっちゃになってきたな。サムガイさんとクロクディルちゃんをくっつけよう。サムガイクロクディル、よし。オスト村、弱い。見た目に違反して弱いな、キマイラくん。HP73 の石。回復6、6、3、3×3 ターン。一旦倒しですね、これは。サムガイと、カルクロクちゃんだ。モルセッタさんじゃない。カルクロックではなく、クロックディルちゃん。カルクロックちゃん。侍。どうしようかな。かっこいい姿を見せようかな。チャレーンさんの。風属性だから土、土ダメか。カルクロクちゃん今回、いや、でも下げるほどではないな。このままいっちゃおう。ごめんね、カルクロクちゃん、疲れてるのに。
の石攻撃なんて食らったってなんてことないはず。みんな行くぞ。はい、シャレーンパワー16歳やりましたよ。で、ニコさん両方くっついてくる可能性あるね。ついてくる可能性あるね。平常になるよりはマシだけど。でも最近帰れないからね、結婚したとしてもなかなか子供が生まれることがないんだよね。全然動かない。なんで強かったけどな。まあ攻撃補助のおかげなんだけど。ゴブリン、うん、0、1、よし、ゴブリンレベル1、40、もうこんなの何も考えなくていい。メモすら取らない。あっ、祝福の日が来ちゃったか。うん。新しい子が来たら、ちょっとマキシさんに下がってもらおう。巫女さんの心を掴んじゃってるので、完全に。はぁ、下がりすぎじゃん。はい。うんうん。いいぞ。新しい世代来てください。あ、3歳か。アルビルドとディニメビアの子、アルフィニー。アリアステルね。適当に名前つけた子だ。あ、まれに見る素晴らしい素質だよね。じっとしてるといろんな息が聞こえるよ。アーチャーさんだね。今は幼い子供たちですが、いつか勇者となる日が来るでしょう。だけか。全然生まれてないもんな、最近。お、まあ、そんなところに。どうしよっかな。でも間に合わなくなるからな。無視していきます。わ、雪だ。初めてじゃない、シーラ。おし、水の40ね。水の40。お、復活している。水の40。え、どちらにせよ、やや、ダメだよ。サモガイさん、結局は幻術師さんたちだけで倒すから、うん、おじいちゃん攻撃補助を借りよう。みんな、はい、行くぞ。侍さんが入ったぞ。はい、バルッケル終わり。うん、つつくようにね、終わりです。ムイムイがいる左側に。素早さか、まあ、幻術師さんの強みではあるよね。オッケーでーす。お、ビビ、ビビ、あ、なんか悲しそうにしてる。何？いや、いつもと雰囲気が違ったから。そう、こんな日はいろんなやつの顔を思い出しちゃってね。ビビの仲間。もうブラッドってば、いつも言ってるでしょ。私には仲間なんていないよ。私が行動を共にしてきたのは、いつだって男さ。あ。なに、その顔。
あらら、ひょっとして大ショック？そんなこと。やだな、私が何年生きてると思ってんの？でも安心して、掛け持ちはしない主義だから。過去は過去だよ。今はブラッド、あんた一人さ。そりゃどうも。ほら、もう行きなよ。あそこでさっきからうろうろしてるの。アリアじゃないか？お、アリアがいる？何か用事でもあるんじゃないの？ああ、でも。そんじゃ私はこれで。悲しそうな顔してたなぁ。ビビの過去気になりますね。あれ、アリアは。アリアの話はなしでした。よし。ん？ちなみにグリパーはここに生まれたんだよね。微妙だな。まあ、5年あるから大丈夫か。次は、この子も調べるほどでもないでしょ、きっと。調べるほどでもないな。無属性。無属性の90。お願いします。魔女の卵ちゃんはどうなってるかな？イベントないかな？何年後って言ってたっけね。無属性の90でしょ？90、女性狙い。22、26で、まあだいたい49ぐらいか、28ぐらい。プラスの、シャレーンが倒すな。あ、カルクロクちゃん、一回も倒してないのか。まあ、いっか。みんな、行くぞ！サクサク行きましょう。ケルはもう十分に育ちました。はい、シャレーンへ。終わり。レベル上げ。あー、弱い子がいっぱい出てくるとレベル上げがしやすくていいね。素早さか。祈祷師さんだけは素早さ欲しいんだけどね。よし、仲間たちの様子はどうなってる？お、よしよしよし、ついに動いて、ごちゃごちゃしてるなぁ。現実師さんと侍さんがくっつかなきゃいいんだけど。よし、次は、この人もレベル1、80ね、OK。自身の攻撃力6ぐらい。はいはい。そして遅いから。このまま行こう。このままです。戦闘。みんな、行くぞ！メロをちょっと寄っていきましょうか。メロって普通に寄ることができる場所ですよね、確か。へぇー。ちょいと弱すぎるな、敵が。ベルゴブだけに成長しました。ちょっと寄っていこう。さっき自分の酒がなくなったのをムイムイのせいにしてる人がいたけど、あんなのおとぎ話じゃない。
酔っ払ってるのね、きっと。もう今いるんですよ。お酒を飲むかは知らないけど。よう、ここは。はい。スクールあたりで仕官先を探してる。ある時期にだけ手に入るバレエ。湾岸都市メゾネアに達人。メゾネアって行けそうだな、帰りに。どうするね。はい。お、フィニーじゃん。なんでわざわざこんな暗い森を通るんだよ。この森の噂知ってるんだろ。お、大魔術師ウェローが封印した黄金色の瞳のドラゴンが眠ってる。でもあれっておとぎ話だろ。だからまずいんじゃないか。おとぎ話を作って怖がらせなきゃいけないくらい、この森にはとんでもなく恐ろしい魔物が。来たー。え、来た？戦い、あ、幻術師さんたち。アフロみたい、鬼みたいな子たちは可愛いな、みんな。ヒーホー、ヒー。ヒーホー、ホー、ヒー、ヒーホー。ホー、ヒーホー。こんな輪郭がはっきりしてる幻術師さん、初めて見た。耳までついてる。ほう。なんだこいつら。ひ。あ。石を投げるとは卑怯な。出てこい。何者ぞ。似合わないな。ひ、ほうほう、ひ、ひほう。ブーブ。ほろ。名前か。侍強いな。石真っ二つ。強いな。真っ二つ。つっ。強いやつと遊んでやってもいいぞ。強いはいいぞ。ぞ。三人か。幻術師のわらべか。三人か。放っておこうぜ。ガキの相手してる暇はない。あた、あた。あらららららら、石投げられてる。ていていて。ほら、石投げたら危ないだろ。遊んでやると言ってるぞ。遊んでるぞ。ぞ。ブラッド、どうする？遊んでやろう。これ以上石投げられるのも嫌だし、ちょっと付き合うか。やれやれ、ガキの相手は疲れるんだよな。なんだよ、人の顔じっと見て。なんか文句あるか？別に。なんだかんだ嬉しそうなのかな、やっぱ。子供を好きなのかな、ミレイちゃんと同じで。実は。やったー！顔出してよかった。いたずら幻術師。うん、時間がちょうどいいから。いたずら幻術師始まったので。ここで終わろうかな。ブーブ。あ、あなたがブーブだったのね。左から順だと思ってたら。ということで、次回楽しみですね。幻術師さんたちの話。ご視聴いただきありがとうございました。